ファイナルファンタジーバイ、ファイナルファンタジーバイ、ファイナルファンタジー6、ファイナルファンタジーバイ、略称、フビ、FF6 は、スクウェア、原スクウェアエニックス制作、発売の日本の RPG 作品、ファイナルファンタジーシリーズの本編第6作目にあたる。日本国内で1994年4月2日に、スーパーファミコン、 イカ SFC 向けのソフトとして発売された後に各機種に移植された編歴は後日。SFC 用にリリースされたファイナルファンタジーシリーズとしては最後のタイトル24メガビットロムカセットを採用しており当時としては大容量である。本作はスーパーファミコン用ソフトの国内売り上げ7位の記録を持つ。また過去のシリーズでは 戦闘手段の一つでしかなかった魔法をストーリーの中心に持ち込んでいる。この手法は後のファイナルファンタジーシリーズにも引き継がれている。タイトルロゴには窓アーマーに乗ったティナが描かれている。本作で初登場する剣とモンスターの名前であるアルテマウェポンは あとのファイナルファンタジーシリーズの作品やキングダムハーツシリーズの作品などほとんどの作品で最強の魔物や武器という位置づけで登場する。1999年3月11日にプレイステーション用の移植版が発売。コンビニエンスストア販売用の不備単品のものと通常の販売ルート向けのファイナルファンタジー4、ファイナルファンタジー V 不備をセットにした。 ファイナルファンタジーコレクションの2種類が存在する。2006年11月30日にゲームボーイアドバンスグバ版ファイナルファンタジーバイアドバンスが発売。日本のゲームボーイアドバンス用ソフト及び日本でのゲームボーイシリーズとしては最後のリリースタイトルとなった。この他2017年10月5日発売のニンテンドークラシックミニスーパーファミコンに あらかじめインストールされている21作品の中の一つとして収録されている。物理的な媒体、カセットディスクなどに収録されていないダウンロード1000倍の移植作は下記の通り。バーチャルコンソールマイナススーパーファミコン版が2011年3月15日に Wii 用に2013年6月26日に WiiU 用に2017年8月23日に ニュー・ニンテンドー 3DS 用に配信。またゲームボーイ・アドバンス版が2015年12月22日に Wii U 用に配信されている。ゲームアーカイブス2011年4月20日に、プレイステーション版が PS3PSP 用に配信を開始。その他から2014年1月16日より、アンドロイド版が同年2月6日には iOS 版が配信開始。 フィールド、メニュー、戦闘などの基本的形式は、従来のファイナルファンタジーシリーズを引き継いでおり、グラフィック自体の向上以外、大幅な変更は見られないが、以下のような変化がある。行動を共にできるパーティーの数は4人。本作では、ファイナルファンタジー E 以下、ファイ、ファイナルファンタジー4以下、フィブ同様に4人以上のプレイヤーキャラクターが登場るが、 過去のシリーズと違い本作は特定の主人公を要さない群像劇として描かれている。前半では各登場人物ごとにそれぞれ並行してストーリーが展開され、後半ではその登場人物が一堂に会し最大4人のパーティーに誰を入れてゲームを進めるかを自由に選ぶことができるようになる。このようなプレイヤーが自由に仲間の入れ替えを可能とするシステは 後のシリーズ作品にも継承されていった。戦闘時に使用できるコマンドアビリティ。装備できるアイテムはキャラクターごとに固定されているが、後述する習得魔法、魔石ボーナスによって、キャラクターを任意に成長させることが可能。メニュー画面のキャラクターアイコンは、天野義隆のイラストをドット化したもの。通常の装備とは別枠で、アクセサリーが最大2個まで。 装備可能となった。それぞれのアクセサリーには、ステータス値の上昇、特殊能力の負荷、戦闘時の特定コマンド変化などの装備効果があり、ファイナルファンタジー V 以下 FFV のアビリティシステムに近い形で、キャラクターのカスタマイズが行える。本作では魔法の位置づけが大きく変わり、システムもそれに対応したものとなっている。ストーリーの設定上、ティナとセリスは、 初期状態で魔法が使用可能だが、基本的にはストーリー中で手に入れた魔石を装備して戦闘を繰り返すことにより習得する。また、魔石を装備することで、各キャラクターは戦闘中に一度だけ厳重を召喚、可能となる。一部の魔石は装備した状態でレベルを上げると、ステータスが上がる。効果、魔石ボーナスを合わせ持つ。そうした効果を持つ。 マセギを装備しない限り、HPMP を除いて、キャラクター自身のステータはレベルが上がっても変化しない。前々作、フィブからある、アクティブタイムバトルシステム、ATB も健在。そして今作からゲージが満タン、コマンド待ちの状態で、他のキャラクターに、コマンドの順番を回すことができるようになった。また今作では、サイドアタックや、ハサミ打ちと呼ばれる。 一方の側型方,方を包囲する形で戦闘に突入する状況が追加されている。サイドアタックは敵が挟み撃ちは味方がそれぞれ包囲される側である。挟まれた側は背を向けた状態で通常攻撃を受けるとダメージが倍になる。挟む側は魔法などを味方全体にかけた場合の効果が片側の味方のみに限られるなどの特徴がある。ただし全体に波及するものもある。 このシステムは自作ファイナルファンタジーバイにも引き継がれている。ただし、先制攻撃、サイドアタック時は隊列の後ろからターンが回る、ゲージは全員満タン、敵側の前後 A の設定がない、などは前後の作品では本作のみの仕様である。状態異常については従来の状態異常から買わず小人がなくなり、代わりに本作独自のカッパが追加された。 魔法は、カッパー以外使えず、能力も低下するというものだが、この状態で進化を発揮する、武器防具がある。その他、行動できなくなるが、この属性魔法で回復する、効率け、物理攻撃を100%回避するが、魔法攻撃を100%食らう透明が追加。また、スリップの HP の減り方が、毒の場合のそれと変わらなくなった。 戦闘中に全滅した場合は、従来のシリーズでは、基本的にその場でゲームオーバーとなり、タイトル画面に戻されるが、本作では最後にセーブした場所、正確には、セーブ画面を開いた場所に戻され、仕様になっている。その際に、ストーリー進行、アイテム、所持金などは、セーブ時点のものに戻されるが、経験値とそれに伴うレベルだけは全滅した時点のままになる。 魔石ボーナスもセーブ時点に戻る。戦闘終了後にアイテムを獲得した場合、これまでのシリーズ作品では入手の可否を選択できたが、今作からは必ずアイテムを持っていく仕様になっている。キャラクターが、瀕死、瀕死状態、HP が少なくなり、キャラクターがしゃがんでいる状態。ただし、ステータス以上によりしゃがんでいる場合は覗くの時に、戦うコマンドをセンすると1。 16の確率で、超必殺技が発動する。これらの技は、相手の防御、魔法防御力を無視する攻撃のため、騎士改正も、狙える。ただし、ストラゴスとリリムのみ、ダメージ技ではなく即死攻撃となっており、ボスには通用しない。また、戦うコマンドのない、ガウと、常に、バーサク状態のウーマロにはない。なお、品種でも、透明や、分身の状態では発動しない。 本作では特に名前の付けられていない隠し要素のようなシステムだが、後の作品では、ファイナルファンタジーバイのリミット、ファイナルファンタジーブの特殊技、ファイナルファンタジー9のトランス、ファイナルファンタジー X のオーバードライブ、ファイナルファンタジー x の SP アビリティ、ファイナルファンタジー G のミストナックド、使用条件が限られている代わりに多大な効果を発揮する。 必殺技のようなシステムが多数登場しており、アクティブタイムバトルやアビリティに並ぶ FF シリーズにおける恒例システムとなっている。1000年前に起きた魔法の力をめぐっての大戦争、魔対戦。その後世界から魔法の力が消え、人々は機械文明をもって世界を復興させていった。しかし、帝国のガストラ皇帝が厳重界に潜む厳重たちを発見し、 幻獣とその地を引く赤子、ティナを拾ったその時から、ガストラは魔法に変わる、新たな力、魔導を使った、世界征服を目論むようになった。それから十数年、ナルシェの炭鉱に凍り付けの幻獣がいるという情報が入る。ガストラは、思考を封じられ、帝国兵となったティナをその地へ向けて派遣する。ナルシェに派遣された、ティナたち帝国兵は、 炭鉱の奥で厳重を発見するが、厳重を前にした瞬間、強い光と共に意識を失ってしまう。目を覚ますと、ティナは記憶喪失になっていた。ナルジェの追手が迫る中、ティナはロックに助けられ、フィガロ城にて解放される。フィガロ王のエドガーはティナに協力し、反帝国組織、リターナーへティナを紹介する。リターナーの本拠地を目指す一行は、コルツさんで、 エドガーの双子の弟、マッシュと遭遇する。リターナーのリーダーバナンは、ティナの協力を快く受け入れるが、そこに帝国軍が迫っているという情報が入る。ロックはサウスフィガロへ、ティナ、エドガーたちは、レテガワを降りルシェへ向かう。途中で、ティナたちとはぐれたマッシュは、アサシンのシャドウ、ドマ王国の剣士会園、野生ジガウを仲間にし、獣が腹の近くを流れる海流。 ヘビの道を使いナルシェに向かう。また、サウス・フィガロにて、帝国の将軍、セリスを仲間にしたロックも、ナルシェに到着する。ナルシェに集結した、ティナたち一行は、厳重を狙う、帝国軍を追い返すことに成功するが、厳重と向かい合ったティナは姿を変え、どこかへ飛び去ってしまう。ティナを追う一行は、嘘つきたちが救うスラムガイゾゾで眠り続けるティナを発見する。 ティナを解放していたラムーに厳獣と魔石の話を聞き、一行は帝国に潜入することを決意する。ロックやセリスたちは飛空帝を使うため、所持者のセッツァーにオペラ劇場に手罠を仕掛け、飛空帝を帝国に向かわせる。帝国首都ベクタの魔導工場に潜入した一行は、その奥にある魔導研究所で囚われた厳獣たちから魔石を託される。 そこへケフカが現れ一行はピンチに立たされるが、セリスが自らの魔法でケフカたちと共に消え、ロックたちを救った。一行がゾゾに戻ると、ティナはマセキ・マディンと共鳴し自らの出生の秘密を知ることとなる。帝国と戦う決意を新たにした、ティナたちは厳重の力を借りるべく、厳重界への扉、風魔壁の前に訪れるが突然、風魔壁が開き、 仲間の命を奪われ起これる幻獣たちが飛び出してくる。幻獣たちの襲来で壊滅的打撃を受けた帝国は突如リターナーに和解を申し出る。和解のため設けられた会食の席で幻獣たちの捜索を協力して行動することが提案される。帝国の姿勢に不信感を抱いた江戸川たちは帝国に残り、ティナとロックが捜索に向かうことになる。二人は 目的地へ向かう船で創作に参加するセリス、シャドウと再会する。失われたはずの魔法を使う人たちが暮らすサマサの村でストラゴスやリルムと親しくなったティナたちは村の歴史を聞き出し、共に幻獣たちが向かった西の山に到着する。幻獣たちと遭遇した一行は幻獣たちを説得しサマサに戻り、別行動をとっていたレオとセリスに再会する。そこに突如、 ケフカが兵士を連れて現れ、幻獣たちを魔石に変えていく。レオは、ケフカの行動に起こり、単身戦いを挑むが、殺されてしまう。その頃、ケフカとガストラは、幻獣界につき、魔大陸を浮上させてしまう。行く手を阻む帝国空軍を破り、魔大陸に降りた一行は、単独行動をとっていたシャドウと合流し、その奥でガストラたちと対峙する。しかし、 ケフカは三刀人の封印を解いて、カストラを殺す。封印を解かれた三刀人の強大な魔力は、魔大陸を引き裂き始め、ついには、世界がその魔力により切り裂かれてしまう。一年後、セリスは、孤島で目を覚ます。セリスを解放していた、シドの世話をした後、セリスは仲間を探すため世界へ旅立つ。変わり果てた世界を彷徨う中、ニケアで、 エドガーとウリ二つの姿をした盗賊団のボス、ジェフを見かける。本人はエドガーなど知らないと否定したが、エドガーとしか思えないと判断したセリスは密かに彼を追跡する。事故で地上に出られなくなっていたフィガロ城にたどり着くと、ジェフは正体を表して、エドガーであると認めセリスの仲間になる。フィガロ城を救い、後輪源の酒場でセッツァーを見つけた、セリスたちは、 飛空艇をなくし自暴自棄になっていたセッツァーを説得し、近くにあるダリルの墓へ向かう。かつて飛空艇で速さを競い、事故で帰らぬ人となったとも、ダリルの飛空艇、ファルコンを使い、一行は仲間を探し集め、ケフカの住む、瓦礫の塔へ、最後の決戦を挑む。本作は特定の主人公を要しない。公式には、すべてのメインプレイヤーキャラクターが主人公である。 ただし、物語の進め方によっては最後まで登場しない、キャラクターや一定の条件で今後登場しなくなるキャラクターも存在し、全員を揃えずにゲームクリアすることも可能。また、物語前半はパーティーの入れ替わりが多く、本当の意味で全員が揃うのは物語の終盤になってから。一方で、ファイナルファンタジー13の主人公ライトニングに関してゲーム雑誌などでは、 フビのティナ、FFX-2 のユーナに次ぐ、3人目の女性主人公と紹介されている記事もある。また、歴代 FF シリーズの主人公が集う、クロスオーバー作品、リシリア・ファイナル・ファンタジーでは、コスモス陣営、主人公側における、フビからの代表キャラクターとしてティナが通している。また、シアトリズム・ファイナル・ファンタジーでは、ティナとロックが、 シアトリズムファイナルファンタジーカーテンコールではエドガーが登場している。これらのキャラクターは装備を変更することができない。本作の世界設定は前作までと比較すると近代的な機械文明の影響が大きいものとなっている。例を挙げると炭鉱都市、ナルシェを温める蒸気機関、独自の機械技術が防衛システムに取り込まれているフィガロ城。 蒸気機関車らしき車両が、そうかけるする、土間鉄道など。それら機械文明と一線を隠すのが、魔法と機械を融合させた現代的な文明を作り出している、ガストラ帝国である。魔法の力を、科学技術に利用して復活させた力、魔導を魔導アーマーといった、軍事機や魔導の力を有する兵士の育成に活用しており、 魔導の力で増強された軍事力を侵略活動に向けている。しかし、不備の世界では魔法はすでに滅びた過去の遺物となっていて、作品内の時間軸ではプレイヤーがプレイを始める時点の千年前に滅びたとされている。この点でも前作までとは大きく異なる。ガストラ帝国は魔法の祖である厳重が住む厳重界に侵入し、そこから拉致してきた。 幻獣らを研究することによって、魔導の力を得ることになる。魔法の存在が、機械文明に対して大きく影響を与えている。ファイナルファンタジーバイにおける魔法の力は、幻獣、召喚獣が生み出したものである。千年前に発生した、魔対戦、ウォー・オブ・ザ・マギを境に、それまで共存していた人間と幻獣型元を分かった。 人間はその後の千年間で機械による文明を発展させてきたが、幻獣は人間の前から姿を消し、幻獣界という独自の空間でひっそりと生活している。時を経て人間界と幻獣界を隔てる障壁がなくなった時、幻獣界はガストラ帝国の侵攻を受ける。捕らえられた多くの幻獣から魔導の力が抽出され、軍事兵器の生成に活用された。 ガストラ帝国は、当初、幻獣から科学的な方法で魔法の力を吸い出して、人間に植え付ける方法をとっていた。しかし、本来魔法の力は、その命が尽きる時に幻獣が、自らの持つ魔法の力を結晶にして、このに残した魔石を持つことによって得るものであり、得られる魔法の力には大きく差がある。ファイナルファンタジーバイの世界には機械による文明が、 存在する。ただし、機械といっても、現代社会のようないわゆるエレクトロニクス、魔オアーマーのみ例外ではなく、蒸気機関や火薬、石炭で動く、産業革命時のような原始的なものである。キャラクターの持つ、武器、剣、槍、杖など、いや、防具、鎧、盾、兜など、得体の知れないモンスターなど、多くの RPG の特徴とも言えるファンタジー的な要素は、 こうした機械文明と同居する方で作品内に存在している。遥か昔に女神、騎神、魔人の見柱の神、三刀人が天から現れて長きにわたって互いに争った戦争。三刀人は地上の生き物を厳重に変えて従え、さらに厳重の力で魔法を使えるようになった人間であるシルベしを加え、 神同士による三つどもえの戦いが繰り広げられた。戦いは世界を破壊し尽くし、過ちに気づいた三刀人は、強大な力を持つ怪物などを封じ、厳重に自分たちの復活がないようにすることをじると、魔力が抑えられる、風魔壁の奥で、石化後も神の力が、世界の破壊を引き起こさないように互いに視線を向けて、力を中和し合いながら、自らを石化することで戦いを終わらせた。 厳獣は石化した三刀人を見守るとともに、魔導の力で悲劇が起きることのないよう、風馬壁の奥を厳獣界として移り住んだ。魔大戦が終わった後、魔法の力を持たない人々は、魔大戦の悲惨さから魔導を恐れ、不当な裁判にかけて魔導しがりを行った。そのため、逃げ出して隠れ住んだ、わずかな者の,の子孫を除いて、魔法を使える人間は残っていない。 今作品では以下のようなバグによる不具合や現象が発生する。北米では1994年10月11日にスーパー・ニンテンド・エンターテインメント・システム以下エセニス向けのソフトファイナル・ファンタジー E として発売された。ネス版ファイナル・ファンタジー日本でのファイナル・ファンタジーエセニス版ファイナル・ファンタジー E 日本での ファイナルファンタジー4に続く作品になっている。エセニス版、E とは異なり、キャラクターの特殊能力は日本版そのままという形で移植され、一部の魔法、アイテムとキャラクター名、大多数のモンスターの名前がアルファベット表記をした時の長さの制限のため変更されている。その他の変更点を一家に示す。なお、プレイステーション移植版以降はタイトルが日本と同じ。 ナンバリングのファイナルファンタジーバイに統一された。1999年3月にプレイステーションで発売されたファイナルファンタジーバイ単品およびファイナルファンタジーコレクションのディスク3はスーパーファミコンで発売されたものとほとんど同内容となっている。ただし以下のような変更点がある。見た目がブラックジャック語っぽくなっている SFC 版では コマンドと効果が表示されていたが、PS 版では技の名前も表示されるようになった。ファイナルファンタジー・バイ・アドバンスは2006年11月30日に発売された日本では最後のグバソフト。キャッチコピーは近づく予感。TGSPV、純度を超えた透明感。テレビ CM。ダンジョン追加や細かな仕様変更等がなされた。 アンドロイド版は2014年1月16日に、iOS 版は2014年2月6日に配信。ゲームボーイアドバンス版をもととし、グラフィック全般とインターフェースが一新されている。キャラクターについては、オリジナルスタッフである渋谷インゴによる描きを起こし、ファイナルファンタジーバは、集英者のゲーム雑誌である V ジャンプにおいて、発売前及び発売後に、 紙面にて大々的に宣伝された。ファイナルファンタジーシリーズの音楽はゲーム中に流れる曲、コンピューターの電子音によって演奏された曲をそのまま収録したオリジナルサウンドトラックがあると同時にゲーム中の曲を生音で再現し、さらにアレンジを加えたアレンジバージョンが存在するが、このアレンジが盛んに行われていたのはこのバイまでである。ハードが プレイステーションになったバイ以降はゲーム中の音質が生音に近くなっているためバイ以前のような本格的なアレンジバージョンがあまり出ていない。これは同社のサガシリーズや聖剣伝説シリーズも同じである。そのような中で本作のプレリュードにはディレイとエコーを同時に使う思考が初めて取り入れられたが容量不足のためにエコー部分は 上昇地点で消滅してしまう。様式模倣は、プログレッシブロックから、キラールやカンチェリのようなシンフォニストの音楽まで、幅広く用いられている。1995年のシーングラフに、3D 映像による、不備キャラクターの戦闘ムービー作品が出展され、1996年の、東京ゲームショーで配布された限定ディスク、スクエア、エスプリーブアクストラにも収録された。 ファイナルファンタジーバイで使用されている BGM は、植松信夫によるものであり、以下の音楽 CD が発売されている。この他、ファイナルファンタジーボーカルコレクション1プレイ、カイミックスで、ティナのテーマのスノープロダクションズによるアレンジ22、22220ミュージックフロムファイナル、ファンタジーで、ティナのテーマのオーケストラアレンジが収録されている。 ファイナルファンタジーバイの TVCF では、ファイナルファンタジー、メインテーマがオペラ風にアレンジされ、くずうちなつの、ボーカルで歌われていたが、ゲームサントラへの収録はされず、上松信夫のソロアルバム、ファンタズマゴリアにのみ収録されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。